政府の郵政民営化委員会がゆうちょ銀行の預け入れ限度額を現在の1000万円から1300万円に引き上げる方針であることが分かりました。またかんぽ生命の加入限度額は現在の1300万円から2000万円に引き上げる方針です。